こんにちは、かおるんです。今日はね、僕の YouTube チャンネル、かおるんチャンネルの今後の方針について話していきたいと思います。かおるんチャンネル、今度の7月で初めて早1年というところまで来ました。でね、今この動画を撮影している日までのチャンネル登録者数が114人というところです。まず僕のね、YouTube の目標が100人というところだったので、100人を達成できたのはすごく嬉しいです。100人というのは YouTube をやってる人の中で上位 20%、 上位 20% に入るので、もうそれだけでも上からね、5分の1のところに入っているんですけれども、でもね、やっぱり今後続けるにあたって上を目指していきたいなという思いであります。最近ね、登録者の伸びが少なくなってきました。でもね、もちろんそれは分かっていて、僕のね、 YouTube の発信しているものがもうオールジャンルすぎてね、みんなにも言われるんですよ。周りの人にもオールジャンルすぎてあんまり良くないなっていうふうには考えていました。で、何かこれからね、こうネットになるようなもの、根っことなるようなものを見つけていく、何にしようかなというふうに昨日のね、夜中からずっとね、寝ずに考えていました。で、思いついたのが、僕の動画の中で一番伸びているのが JVC のワイヤレスイヤホンなんです。僕ね、JVC のメーカーというのがすごく大好きで、まあ JVC ケンウッドなんですけど、大好きでね、ソニーとかアップルなんかに負けてほしくないなっていうふうにずっと思っています。なんでこれからは JVC ケンウッドの製品、または JVC ケンウッドに所属しているアーティストさんのカバー曲なんかやっていきたいと思います。もちろんね、時々は Vlog を出していったり、ラーメンの動画を出していったり、あとは僕のね、オリジナル曲もやっていくんですけれども、あくまでね、主体は JVC ケンウッドの製品にまつわるもの、お話というものをしていきたいと思います。それでね、ぜひ JVC ケンウッドを好きな人たちが僕の動画を見てくれれば、僕の登録者も伸びていくし、 JVC ケンウッドのためにもなるし、音楽の携わる動画を出していってるっていうところで、まあ一石三鳥というところであるんじゃないでしょうか。僕のね、次の目標としているチャンネル登録者数は1000人。ぜひね、皆さんにもっともっと僕のことを知ってもらいたいっていう思いがあるので、これからはこのようなね、方針でやっていきたいと思います。もちろん今まで僕のチャンネルを登録してくださった方、動画を毎週見てくださっている方、本当にありがとうございます。これからもね、カオルンらしさは変わらないし、今まで出してきたような動画もね、出していこうと思っているので、ぜひね、このまま見続けてくれたらすごくすごく嬉しく思います。ということでね、次の動画からは JVC ケンウッドのね、製品を中心にやっていきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしててください。それではね、またね、カオルンチャンネル、次の動画で会いたいと思います。バイバイ。